はい、皆さんこんばんは、たくまです。今回はね、何をやりたいかっていうと、まあ実は、今見ていただければわかると思うんですけど、まあちょっとね、FF 車なんですけど、これプジョー RCZ っていう車なんですけど、今回実はまあ10時くらいから、まあいつもやっているあの FIA 公式のレースですね、マニュファクチャラーシリーズに参戦するんですけど、まあそのライブを10時からやるんで、ぜひ来てほしいんですけど、まあそれは置いといて、今回そのマニュファクチャラーシリーズと同じ、グランプリ4クラス、グランプリじゃない、グループ4クラスに、なります、今回。で、グループ4の車で、今回面白いレース展開になるのが、まあこの車 FF なんですけど、まあ FF 車両が4台あって、まあその中で、まあ選択していくんですけど、まあ多分 RCZ、この車が一番今人気ですね。今一番人気の車なんですけど、まあこちらでちょっとバトルしていこうかなと。まあ練習程度にね、今日のマニュファクチャラー、まあ鈴鹿サーキットではないんですけど、まあ練習程度にやっていきます。で、鈴鹿サーキットのこの東だけのコースになります、今回は。で、7周レース。で、一番ね、今多分早いのが50秒98とか、そんぐらいの人、50秒91とか、そんぐらいなんで、僕51秒1なんで、まあ、コンマ2秒約足んないんですけど、まあ、なんとかなるかなと思い、今からレースしていきます。まあ、ぜひ最後まで見ていってください。はい、ということで皆さん、今始まりました。今のところ、グリッドが一番グリッドですね。まあ、先ほどの予選のタイム、ちょっと更新してまいりまして、51秒021というタイムが出ましたので、今から頑張っていきたいと思います。2番も RCZ で、3番グリッドシロッコですね。シロッコ、グループ4。で、TT カップ、TT カップで、TT、RCZ、TT、シロッコ、TT、RCZ、RCZ。シロッコ、地味に2台いて、あと TT と RCZ。まあ、一番多いのは多分 RCZ じゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、今からウォームアップ1分間あるんで、それが終わったら、カットで今、レース始まるのでカットします。カット。はい、ということで始まりましたレース。はい、ということでね、グループ4の練習でちょうどいい TQ グリッドを取れました。やった。あとはね、スタートをちゃんとね、成功できるかどうかです。はい、おっと、 S も混じってるな。 S ランクも、まあ僕はね、まだ A なので頑張ってランク貯めたいんですけど、一向に溜まっておりません。まだ半分です、 A の。じゃあ頑張ります。あ、スタートしくじった可能性がある。これはまずい。ピン刺されてるね。これはね、シロッコにもイカレ。さあ、ごぼう抜きです。ごぼう抜きです、これは。あ、ね、よし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 。おー、いきなり接戦だ。これちょっとスタートしくじってしまった。これは実況しながら運転している場合ではない。さあ、これ絶対スタートで失敗するな、自分。なんでや、なんでや、なんでなんや。とりあえず上がってこれてない。1周目ね、ちょっとミスちゃって、でもこっちの方が伸びてるんですけど、さすが RCZ。ここでインに飛び込んでいきますけど、前もね、あ、やばい、押し出した感じになっちゃう、なんとなった気がする。仕掛けられなかった。その前にね、前にアウディが来ちゃったね。アウディはね、コーナリングが早いので、ちょっとやばい展開になってまいりました。7周レースなんてチャンスがないことはないんです。マイクとね、ちょっと負けてしまうということになるので、頑張って詰めていきたい。あ、ここで2台とも両者ミス。パイロンが飛んでいる。ここで2台のバトルになりました。これスリップもらえるのかな。いや、スリップはね、取れてない感じなんで、ここからコーナーで詰めていくしかないですね。思った矢先にコースアウト。だがそんなに嬉しくはないかな。ちょっとシロッコに行かれたくらい。でもね、タイヤがね、厳しい。
前逃げられそうですね。やばい、ちょっとまずい展開になってきました。ちょっとね、スリップ前のシロッコを使って行きたいところ、前のシロッコのスリップストリームを使って前に追いつきたいですね。あ、スリップ効いてますね、かなり。ちょっと今のうちに追いついておかないとダメなんで。うわ、ハイヤー RCZ。 トップがミスりましたね。ということはトップ連なります。 FF はね、すっごい曲がんなくて、こういうことがよくあります。コースアウトで飛んでいくということがよくありますので、まあ、チャンスは残っておりますけど。うわ、前とやっぱね、コーナリング早いのがシロッコなんで、ここはね、接戦になる予定です。予定です。ちょっとね、ショートカット気味だったんで、ペナルティーワンチャン食らいますね。あ、でも大丈夫そう。オッケーオッケー。前のスリップを使っていきます。これちょっと引きます。あれ曲がりきれない。シロッコ早えな。コーナリングが超絶早い。ただ直線が遅いのがシロッコの厳しいところだから、使ってる人が少ないんですよ。前との差もね、あんまり詰まってない微妙な位置関係に。さあ、ここでスリップを使って前に出ていきたい。どうだ。あ、前にね、 RCZ がなんか出てきたんでスリップ使いました。 OK。 さあ、ここで2番に上がってまいりました。前の RCZ に仕掛けていきます。同じ車同士ね。コーナリングの差っていうのもあまり変わらないので、ここからは腕試しというか、そんな感じになってまいります。意地でもね、いいんですよ。さあ、最終ラップ仕掛けることはできるか。ちょっと厳しい展開。ファステストをここで取ってきたんですが、ちょっと厳しいね。仕掛けるとこがないです。トップに見せてもらうしかない。ここで仕掛ける。あー、ちょっと壁気味にやっちゃったけども、ペナルティ食らってなかったら大丈夫だと思うんだけど、あそこしかなかった。どうだ。微妙だったかな。まあ、でもペナルティーもらってないから多分大丈夫だと思うんですけれども、とりあえず、まあ、ちょっとねあれでしたけども、1位取ることができました。いやー、ちょっとねあれ微妙だったかもしれないですね。まあでもペナルティーもらってないんで、よしとしましょう。まあちょっとね、強引に入っちゃいましたけども、あそこしかね、仕掛けるとこがなくて、はい、仕方ないです。ちょっと壁にしちゃいましたね。まあ、まあ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 、優勝はできたんでよかったんですけど、やっぱシロッコのインフィールドが早いっすね、めちゃめちゃ。早い。すごいわ。1番でした。ということで皆さん、10時にライブしますので、まあ、10時でライブするコースは富士スピードウェイで、13周かな、1回タイヤ変えて、で86で、僕は86しかできないんで86で行きますので、皆さんお楽しみに。ちょっと最後謝っときましょう、さすがに。2番の方だったっけな。いや、ちょっと待って、外国の方だったよね多分。あ、抜けちゃった。
仕方ないですね。抜けたんで、ここで抜けちゃいます。じゃあ、はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。まあもしね、ライブ来てくださる方はぜひよろしくお願いします。はい、今日のこの2020マニファクチャラシーズン富士スピードウェイ、はい、今のところねタイムは、トップ勢が今1分38秒5がトップ10なんで、今39の4なんで、まあ 0.9 で、まあ、ちょっといいところにはついていると思うんで頑張りたいと思います。はい、という感じでした。皆さんご視聴ありがとうございました。またのご視聴お待ちしてます。もしこの動画良かったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。あとライブ来てね。